皆さんこんにちは、クニネムです。今日はね、昨日の続きなんですけども、これですね、シボレーアストロのハイドロリックブレーキブースター、これをですね、ちょっと分解をして、中のオーリングとかね、変えることができたら変えていきたいかなと思います。はい、それではこのハイドロブースト分解していきますけども、出てるオイルが赤いのはこれは ATF を私パワーステフルードに使ってるからこの色なんですね。デキシロン3です。ペダル側からこう右手で今押してますけども、中のオイルをできるだけ出そうとポンピングをしてるわけですね。でクリーナーをかけていきます。クレのエンジンコンディショナーですけども、できれば灯油でこうジャブジャブと洗いたいんですけども、ブレーキに関わるところを、やっぱり灯油を避けようかなということで、贅沢にエンジンコンディショナーを使っております。でこのクレのエンジンコンディショナーは泡タイプですけども、ご覧の通り、もうすぐに泡がなくなって液体になって流れていってしまいますね。ワコーズのエンジンコンディショナーでしたら、もう少し汚れの上で泡の状態で、留まってくれるんですけども、クレの泡タイプはすぐ泡がなくなってしまいますね。ですけども、このように大量に使うときはですね、それも言うてられないと言いますか、ワコーズの分は高級ですんで、こういうときにはあまり使う気にならないですね。安い方を使って洗っていきます。で、このハイドロブースト、もう全体的にオイルの汚れがありまして、それが漏れたものなのか、何かこぼして上からかけてしまったのかなとも、こう疑ってしまうような、全体にオイルがついてまして、おそらくリザーバーからなんかこぼれたようなものではないかなというふうにも思います。というのがですね、ここで漏れたなと言い切れるようなところが特にないんですよね。で、過去にこのパワーステのホースを交換したときに、ホースのジョイントからの漏れが、それは目で見て分かったんですけども、そのジョイントよりも高い位置にもオイルがついてると。ということで、どこがどうというのが結局分からずですね、一度全部洗ってしまうということをしてます。で今外しているボルトがですね、ブレーキの前、このボルトがちょっと変わってまして、ネジ山が2種類あるんですね。このハイドロブーストに止まっている部分のネジ山は逆ネジになってます。で突き出した部分のネジ山が、普通の正ネジになってまして、2種類のネジ山が1本の中にあるという変わったボルトでしたね。ですから外すとき逆ネジになってるというのに気づかなかったら、どんどん締め込んでいってしまったかもしれないです。ここからですね、このハイドロブーストを割っていきますけれども、ちょうどこの真ん中の胴体の部分で5本のボルトで止まってます。特に難しいことはなく、工具がかかりにくいところもなく、普通に外すだけですね。何もはまる要因はなかったです。5本のボルト、これを外すともう2つに割れますんで、分解自体はもうそれでほとんどが終わってしまいます。で、金色のサブタンクが見えますけれども、本来ならばこれもですね、分解する
はずなんですけども、私は今回これはもう分解しないで、ついたままのままで終わらしました。あ、もう割れてきてますね。最後の1本のボルトです。2つに、これで割れましたけども、まあ、ご覧の通りですね、そんなに部品の点数もなく、そんな複雑な機械でもないという感じですね。で、このハイドロブーストも、正しくはハイドロリックという言葉で始まりますけども、まあ、油圧ということですね。パワーステポンプの油圧を使ってブレーキの、倍力装置って言ったらいいんですかね、ブレーキの、パワーアシストをするためのものです。ですからバキュームなどを使わずにブレーキの踏む力をこの機械でアシストしていると、日本ではあんまり馴染みがない機械だと思うんですけども、私が聞かないだけで、使われている車種もあるのかもしれません。で、このハイドロブーストのオーバーホールリペアキットですね、それを注文しましたけども、適用車種がもうびっくりするぐらい多いんですね。ですからこの同じようなほとんど同じものがいろんな車種に使われているということを、その適用車種のリストで知りましたね。今中からオーリングを一つ出しましたけれども、オイルシールですね、これを交換していきます。で、外したものとですね、リペアキットの中にあった新品のものを、比べるんですけども、これだというものが、リペアキットの中にありまして、それを使います。で、というのがリペアキットの中にですね、使い道がないというかですね、これは多分今回使わないだろうというようなものもいろいろ入ってまして、もしかしたら仕様とかこの車種によっては、使うようなものかなと。で、似たようなというかね、サイズが同じ新品のものを今比べてこれを使おうと出しましたけども、若干形が違うんですね。何が違うかと言いますと、もともとついてたオイルシールはですね、ぐるっと一周溝のようなものがありまして、で、これからつける新品のものは、その形は同じなんですけども、その溝の中にオーリングが一つ入ってるんですね。ですから形が違うというかですね、なんかついてるものが一つ多いというか。で、このオーリングが一つこのオイルシールの中に入っているだけで、この取り付けがものすごくしにくかったですね。なかなか入らないというのは、そのぐるっと一周輪ゴムのようなものがオイルシールの中に入ってまして、当然それは溝の中に入ってるだけなんで、すぐポロンと出てくるんですね。で、それを押さえながらなんとかこのパーツの中に入れていくというのが難しかったですね。でも一度やりますともコツが分かりまして、2回目からは簡単にできると思います。だけれどもこの作業を2回目いつするのかなと思いますとね、その頃にはもうこの感覚は忘れているかなと。もしかしたらオーリングのようなオイルシールの中の一本のゴムの輪っかはなくてもいいのかなと、もともとついてたものになかった。できたものを今カメラの前に持ってきましたけれども、
まあ、映ってないですね。段差のように見えているところにオイルシールが入っています。でこのオイルシールの中に、まあ、1本の輪っか、まあ、オイルリング、オーリングのようなものがあると言いましたけれども、これ似たものがですね、ドライブシャフトがトランスミッションに刺さるところのオイルシールも似たような形になってますね。あれをすごく作業していて思い出しましたけども、で今2つ目のオイルシールを外しました。8の字というか、ひょうたん型というか、まあこう変わった形をしてます。でこれ向きがありまして、まあ、つくようにしかつかないんですけども、まあ、逆向きにつけるとつかないというのがあります。で、収まってた溝を、まあ、一応掃除をしまして、そこに入れていきます。オイルシールにシリコングリスを塗りまして、取り付けていきます。はい、今ひっくり返しました。つかなかったんですね。形が微妙に違うと、まあ、つくようにしかつかないんで間違うことはないかと思います。でこのピストンの部分にもシリコングリスを塗っておきました。まあ、シリコングリス、これただ塗りますとすごく抵抗になって、そんなに滑るようなことはないというふうに思うんですね。ただ拭き取るとものすごく滑りますよね。まあ、使い方としてどう使っていいのかはっきり分かってないんですけども、余分なシリコングリスは残さない方がいいのかなと思ってます。それでは、細かいパーツを取り付けていきまして、2つを合体していきます。映ってませんでしたけども、細かいパーツは全部洗ってます。でスプリング類は若干手で伸ばしてますね。それがどれぐらい意味があることなのかちょっと分かりませんけども、まあ気持ち的に少し伸ばしてから取り付けてます。この合体の作業ですけども、まあ、なかなかうまくはまりませんでしたね。中のパーツが中でゴロゴロ遊んでますんで、まあ決まった場所に定位置に収まってくれないと、まあ、全体がきちっと合体しないというのがありますんで、ちょっとコツがいるかなと思います。ではまりますとバネの力で今度は開いてこようとしますんで、まあ、押さえた状態で、とりあえずまず2本ですね、ボルトを締めてしまうと。はい、それではあとはボルト類を止めていくだけです。
ですね、組み終わりました。まあ、全部をねバラしたわけではないんですけども、まあ、大まかなところで中のシールを交換してます。だこれでね車に取り付ける準備ができたかなと、そしたら、今日はねここまでとしまして、次はブレーキのマスターシリンダーと、でこれも車に取り付けていくということをしたいと思います。それでは最後まで見ていただいた方ありがとうございます。またこの続きやっていきますので、ぜひともお付き合いをください。それでは。